はい。皆さん、こんにちは。株赤の時間です。えー、今日はですね、4月9日の土曜日となっております。もう夜になってます。えー、時間が経つのは早いっすね。えー、今日はね、久しぶりにね、ちょっと、あのー、仕事がなかったもんでね、ぐっすり寝かしてもらって、で、先ほどね、相場を振り返っていたんですね。まあ、アメリカね、相変わらず、まあ、ハイテクに逆風が吹いてるっていう感じですよね。まあ、利上げ局面っていうのはね、まあ、 あの、典型的な、そういう状況かなっていう感じはします。まあ、その一方でね、えー、景気が悪くなる。なおかつ、利上げがするっていう時に強いのはやっぱ、エネルギーですよね。で、エネルギーなんだけど、今、ウクライナ問題っていうのもあってですね、結局、その、あの、金融でね、金融することによって原油価格が上がっちゃう。では、備蓄放出することによって原油価格はそれで下がると。このね、 上げ用意も下げ用意も互角にあるんだっていうところですよね。まあこれに僕、私はですね、翻弄されてですね、上でも下でももう何往復ビンタペンペンペンとね、やられたかわからない状況が続いております。うん。ってことでね、ちょっとね、まあ毎日ね、配信して見てくださってる方はもうわ、えー、かってると思いますが、ちょっと原油からは足を洗いましてね。うん。 ちょっとまた別のね、新たなテーマ。まあ新たなテーマっていうと、私にとっての原点はやっぱり決算ですので、決算を見て、その決算をもとに短期トレードをしていきたいなと思っております。で、4月8日、え昨日ですね、48社の決算が出てまいりました。え詳しい内容はえノート、概要欄に貼っておきます。え概要欄に、えー、添付して、えー、全部の決算について、えー、昨日発表の全部の決算、目を通してですね、 え、投資対象を、えー、探しております。えー、それをね、ざざ、ま、まずはバーっとフィルタリングして全部見て、お、これいいんじゃねっていうのを、どん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 絞っていって、で、まあ別の動画でね、個別の銘柄についてさらに深く、深掘りしてね、その、えー、分析をしていきたいなと思いますが、まずはひとまずね、この大枠でね、えー、48社見て、えー、何がどうだったのかっていうのをね、振り返って、えー 来週からのね、あのー、投資戦略に活かしていけたらなと思います。はい。まあ来週の展望っていうのはね、引き続き連日決算がね、まあちょっとだ、ちょっと、そんな多くはないんだけど、出ているんで、まあそれをね、丁寧に分析して、投資対象を探す、上か下かっていうね、 そういうことをやっていきたいなと思ってますんで、えー、引き続きチャンネル登録、通知ボタン、いいねボタンの方、ぜひお願いします。で、えー、詳しく、本当と一緒一緒全部分析しますので、それはあのノートの方に、えー、概要欄貼っておきますので、それを見ていただければと思います。えー、ノートをですね、ちょっと、か、ペーパーレスの時代で、えー、紙、紙はないんですけど、こう、ザザザザザザっとね、あの、ちょ、ちょっと、見栄えが悪いですね。もうちょっと、ちょっと工夫して皆さんにご紹介していきたいなと思います。 じゃあ行きましょう。昨日の決算で私がね、あの結構注目した銘柄いくつかあります。で、戦えるんじゃないかなっていう銘柄もありました。うん、で、皆様からのリクエストもあって、それも、えー、ちょっと喋っていきたいなと思います。じゃあね、えー、順不動でいきますね。上からいきますよ。えー、まずね、証券コード8267イオン。えー、総合小売りの大手ですよね。で、国内の流通で、えー、首位ですよと。 で、総合スーパー中心に、参加に不動産とか、金融とか、まあそういうのをやっているって今有名な誰もが知ってるえ会社でございます。えー、これについて私はですね、基本的にですね、do nothing でございましたね。はい。えー、まあね、業績の大前年の成長という観点で見ると、あの全然悪くないんですよ。ただね、コンセンサスがね、ちょっと弱かったんですよね。うん。 対前年成長はいいんだけど、コンセンサスを、まあ、ちょっとね、通過してないんで、ドゥーナ t h i n あと、営業キャッシュフローが、相変わらず良くないんですよ。えー、どん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 良くない。本業で入ってくるお金が減ってきてる。で、営業キャッシュフローマージナって2.3%。やっぱ良くないんですよね。まあ、ただ、業績はちょっと上向いてきてるよっていうだけなんで、とりあえず、do nothing. はい。じゃあ次の銘柄いきます。 6506安川電機、まあ、これ皆さん注目してますよね、えー、メカトロ大手、えー、サーボモーターとインバーターで世界のトップ産業用ロボット累積出荷でも首位ですよということで、えー、通気決算を出してまいりました、はいでえー、通気決算とそれから今期の見立てなんですけどこれめちゃくちゃ良かったです え、対前年っていう観点で見たときにすごくいいし、今季の着地予想もすごいいいです。はい。で、えー、ここからなんですけど、えー、一応ね、あ、一応とかじゃないね。えっと、ここからなんですけども、ただ私は do nothing かなと思ってます。理由としては、まず会社の予想をクリアしてません。それから、 えー、コンセンサス予想もクリアしてません。もうこの段階で、売る、売るってことはしないけど、あの、農店直下型のね、あのー、陰線が来る可能性はある、あると思ってます。はい、それから営業キャッシュフロー。営業キャッシュフロー非常にいい、グッドです。はい。営業キャッシュフローマージンもまあ10.3%。まあ悪くはないっていう状況なんですね。まあ、なので、え力はあるんだと。 ただ予想をちょっと反しちゃったねっていうところが残念。だからショートかけるまでじゃないんです。中身はいいんです。いいんだけど、あ、ちょっと思ったよりいかなかったのねっていう落胆、えー、は来ちゃうかなと、個人的には見ました。はい、えー。そんな感想です。後ほどね、この安川電機についてはまた詳しく一、えー、本動画を作ろうと思ってます。はい。次の銘柄、7085のカーブスですね。 え、女性向けフィットネス施設、カーブ総運営、欧米でもフランチャイズやってますよと。コシダカホールディングスのスピンオフ上場っていうのは有名ですよね。肉クオーターの決算を出しております。で、え、これね、僕ね、前からちょっと注目したんですよ。会員が結構増えてて、結構いいんですよね。会,会社のこの中身が良くなっていくし、すごく緻密な経営をしてるのがね、すごい伝わるんですよ、決算とか見てると。で、 え、2クォーターの業績、えー、計でも単独でも、見通しでも,も、ベリーグッドな成長を見せてます。はい。なので、目線はロングでいいんじゃないかなと思います。で、なおかつ、会社予想のですね、この進捗もすごく良くて、えー 75.、75.5%終わってます。2クォーターなのに75%終わってるっていうのは、すごくいいんじゃないかなと思いましたね。 はい。で、ちょっと怖いなっていうのは営業キャッシュフローですね。これがまあ、えー、前年よりね、ちょっと減っているっていうことと営業キャッシュフローマージンが、まあちょっとね、低くなってきているかなっていうところでドゥー o ッシングなんだけど、個人的にはこの、いつも決算とかこれ深く、また、このカーブスについてもね、一本また動画撮ろうと思ってるんですけど、個人的にすごく好きな会社なんで、 頑張ってほしいなと思いますが、まあ、短期投資的には do nothing でいきたいなと思いました。はい。次です。3815メディア工房ですね。えー、占いコンテンツを提供。VR 事業に注力ってことですね。うん。で、香港で医療ツーリズムとか越境 EC 事業に参入してますよってことですね。で、2クォーターの、えー、決算を出してきているんですが、これね、まずね、 会社の対前年成長はもう抜群にいいです。はい。ズバ抜けでいいです。すごくいい。で、あの、PER73 倍ってのはこれすごく高いけど、ま、あ小型はメ柄だからね。時価総額41億の。ま、あちょっとほっときましょうって感じですね。で、その、PER のことはほっとくってことですよ。で、2クオーターの決算なんだけども、もう通期の会社予想を141%いっちゃってるんですよ。 で、なおかつ、営業キャッシュフローもすげー増えてるし、倍ぐらい増えてるんですね。で、営業キャッシュフローマージンが16.8%。これめちゃくちゃいいと思う。だから僕ね、ちょっと今日の決算で、3815メディア工房は今日のピカイチかなっていう気はしてます。はい。はい、次の銘柄行きましょう。9946のミニストップ。 ミーニーストップで有名ですね。イオン系のコンビニ中堅っていうことで、店内ファーストフードに強みってことで、まあ僕もね、あのハロハロとか大好きで夏になると必ず食べる。うん。で、通期決算を出して参りましたっていうことなんですが、残念。ダメです。残念です。ダメで、えー、まあ赤字でございますよね。これはよろしくないよと。で、営業キャッシュウローもマイナスっていうことで、板が厚ければもう完全に ショートです。ただね、時価総額小さいんで、425億円と小さいんで、ちょっとそこまでいけないかなっていう気はしております。はい、次。1377。坂田の種。えー、これはですね、野菜とか種の、要するに、あの、植木とか園芸ですね。これで収,収益力がありますよと。で、自社開発商品もたくさんあって、ブロッコリー世界トップっていう状況でございます。 三クォーターの決算を出してきました。え、これがですね、またね、なかなかいいんですよ。で、目線はもちろんこれロングでいっていいんじゃないかなと。で、会社予想を、え、一応91%こなしてるんです。三クォーターで91なんで、これ情報修正の期待もあるなと。コンセンサスに対しても89なんで、全然いいんじゃないかなと。それから営業キャッシュローもちろんすごくいいし、営業キャッシュローマージン23%は、これはなかなかいいぞと。 ロングで見てもいいんじゃないかなと思いました。次です。7879野田。えー、住宅建材大手。環境健康に配慮した内、内装材に注力という感じなんですね。1クォーターの決算が出てますが、非常にいい。いいですね。これはいい。えー、1クォーターなのに、えー、もうね、43%の進捗を、えー、記録しております。 で、営業キャッシュローも問題ないから、これもね、ロングの、目線で見ていいんじゃないかなと思いましたね。こう見るとね、本当いい会社多いね、日本には。と、言いながら次の銘柄い行きましょう。7512、イオン、北海道。イオン系の、北海道大手スーパー。旧ポスフールですね。マックスバリューと、マックスバリュー北海道と、に、え20年の3月に統合しました。 ま、ぶっちゃけこれ言うとね、もうダメだこりゃです。え、前年の業績、進捗営業結集6ソ加熱感までめちゃくちゃある。うん、PR33 倍でしょこれね、本当に今日の、今日のワーストチャートって感じですね。これ悪い。うん。板があるんだったら売りに出たいなっていう感じがしておりますね。うん。はい、次です。 8127、ヤマトインターナショナル、新仕様カジュアルの中堅、クロコダイル、ブランドが収益の柱、女性向けを強化しますよっていう、まあ、そんな会社ですと。で、これ2クオーターの決算出して、まあ、あの、時価総額ね、61億の小さな会社なんですが、業績は非常にいいです。で、なおかつ2クオーターでありながらね、87%の通期のもう進捗を終えているっていうところも、えー、かなり魅力的と言っていいと思います。 え、気になるところも多少あるんだけども、まあ、営業キャッシュローマージも11%っていうことで、これは期待していい銘柄だ、じゃないかなと思います。はい、最後の銘柄です。1430のファーストコーポレーションですね。えー、首都圏中小、中小型マンションの建設をしていますよという会社でございます。でね、えー、っとね、これはね、大前年の業績はいいんです。ただ、えー、 3クォーターですね、これ。3クォーターの決算を出しながらにして、ちょっと進捗がね、68%ととで良くないと。3クォーターだったらやっぱね、4分の3だから75%、はいきたいんだけど、68%っていうので、ちょっと残念だなってところなんですが、なんですが、営業キャッシュフローが、前年がね、マイナス、大幅マイナスが、もう一気にプラスになって、大幅に営業キャッシュフローが良くなってるんですね。で営業キャッシュフロー、 マージンの方までにはまだね、行ってないんだけど、これちょっと見てたら、なんか跳ねる可能性が出てくるんじゃないかなと。すぐじゃないにしてもね。まあ、そんなことを感じました。はい。まあ、ここからね、また僕がさらに気になったメガオラをさらに個別に絞って、最終的な投資、えー、戦略を練っていきたいなと思いますが、まあ、ざっと見、ざっと見るために、今ささささっとね、えー、気にな、あのー、 まあ、ポイントポイントをね、押さえて見ていっているつもりなんですが、え、投資の最終判断は、え、自己責任でお願いします。えー、これはあくまでもですね、本当に、 今、こう、出てきた決算の、えー、状況をですね、体温計チェックのように見ていただけですので、全然その、海水書とかではございません。状況の、えー、私の個人的な試験でございますので、えー、そこの辺ご了承ください。より詳しく見たいっていう方、あと、今日言わなかった銘柄は全部ノートの方に書いておりますので、えー、ぜひそのノートもですね、フォローいただければ嬉しいです。 はい。皆さん、いつもリクエスト、コメント、いいねボタン、チャンネル登録、本当にありがとうございます。今日もご視聴、誠にありがとうございました。良い週末を僕はまた動画出していきたいと思います。失礼します。